長町病院は、公益財団法人宮城厚生協会が、宮城県仙台市大白区に設置する病院。2011年3月の東日本大震災で、大きな建物被害を受け、付属クリニックの閉鎖などに追いやられたが、2014年3月に、新病院を再建し、現行体制に至る。一般病棟45床、回復期リハビリテーション病棟90床を備える。 公益財団法人日本医療機能評価機構による病院評価はサード G バージョン1.13回目2016年6月3日認定2021年5月28日認定有効期限全日本民主医療機関連合会に加盟している病院の診療研修内容長町病院2020年5月12日閲覧 病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年5月12日閲覧。全日本ミニレン事業所一覧。宮城県。全日本民主医療機関連合会。2020年5月12日閲覧。ABCD。宮城県医療機能情報提供システム。宮城県。2020年5月12日閲覧。トップページに。 差額ベッド台について表記。長町病院。2020年6月24日閲覧。AB。交通情報。駐車場。長町病院。2020年5月12日閲覧。ありがとうございます。